おはようございます。今日のご飯チャンネルのカッキーでございます。ちょっとコロナの影響がだいぶあちこちに出てまいりまして、このよく挙げている円町周辺にもですね、ちょっと、コロナの方々が出始めましてですね、ちょっとのんきに食べ歩いてる場合かという感じで、見られる方もおられるかと思いますので、ちょっと、こんなものを配信してみたのですが、ですね、全国的に見ても、まあ、東京、大阪、とか福岡とか、兵庫が多いんですけれども、京都もですね、全国的に8位なんですね。88人で、今日の朝、今日は4月の3日かな、3日ですよね、3日、8時の段階で、京都88人ということで、結構京都大丈夫大丈夫と思っていたら全国8位なんですよね。でもうちょっと 出回っている場合ではないような気も、してまいりまして、今お手伝いしているライブとかもですね、もう3月4月もう5月分までもうキャンセルでもう1本もない状況で、本業の CM の撮影とかもですね、延期になっていたり、する状況なのでございますが、でどうしようかと、ただお店の方々も、ご商売なので、いろいろあると思うので、個人の、判断になるかとは思うんですが、しばらくですね、取りためていってた素材、もうちょっとボツに、ちょっと古いのでボツにしようかなと思ってたようなものも含めてですね、今後、上げていってちょっとしのぎたいと思っております。ちょっとだから去年の年末のものとか、あまりもう何年も前のやつはないんですけど、去年の年末のものとかが、登場したり、するかもしれないのですが、ちょっとこの状況なのでそんな感じで進めていければと思っております。皆様もどうぞですね、手洗いなどをされつつ、お気をつけてですね、京都もあれなんですよね、外出、自粛要請みたいなのが出ましたね、ついにね。本当に気をつけたいと思います。それでは、そんな感じで進めていきます。またよろしくお願いいたします。